すごい。うわあ、綺麗だなー、すげえなー。ね、めっちゃいい。寒いわけだ。3度だ。グローブ失敗したな。もう春秋用じゃダメだな。冬用してくればよかった。はい、今日はですね、今中央道を長野方面に向かって走ってるんですけど、目的地は白川郷。岐阜のね、合掌造りの豪雪地帯ですよ。で、秋なんで紅葉も進んでね、すごいいいんじゃないかなと思ってずっと行きたかったんですよ。今日は天気も良さそうだし、行くしかないなと、そんな形で今向かってます。時刻はですね、7時35分、あと3時間と13分の予定です。合掌造りのね、白川郷のあと近くにはダムもあったりするんで、2カ所近くにあるんで、まあ寄れたら2カ所寄って、白川郷の展望台だったり、まあ、和田家、そんなのをね見て、なんか美味しいもんでも食べて帰ってこようかなと、そんな風に思ってます。3度とかだったんで、100キロぐらい出ればやっぱ寒いっすね。もうちょっとあったかい格好してくるか、電熱着てくればよかったなって思ってます。うわー、寒い、やばい、やば寒い。風が強いな。暖かくなってきたよ。よし。ピッ。この山を越えるんだ。高山91キロだって。阿保峠に越えて。乗鞍のあたりは崖崩れがすごかった記憶があるんだけど、今どうなんだろう。この辺からだんだんいい感じのね、紅葉を味わいながら。走れる山道になるんで、おお、すごい。あ、前ここで写真撮ったんだよな。素晴らしい。うわあ、綺麗だなー、すげえなー。あっちにもダム見えてるし。うわあ、やば。うわあ、すげえ。わあ、カメラでどのくらい伝わるかな。うお、す
すげえ、やーべえ、どっか写真撮りてえな。ちょっと待って、やっぱ止まるしかないよね。どっか取る、ああ取れる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 、よいしょよいしょ。トイレやってよかった。さてこっからも紅葉がすごい綺麗だし、行ってみますか。ここ初めてだ。うわ。なんだこれ、すげえ。やべI'm sorry.
おお、こっち初めてだ。あんな滝あるんだ、すげえ。五色ヶ原、五色ヶ原、どっちだ、五色ヶ原かな。うわ、もふもふしてるぞ。続いてる。